はい、シュプリームテラテラです。はい、ということでね、今日は月曜日になるんですけれども、先週のですね、ウィーク2のまあおまけ動画みたいな形でちょっと回させていただいてます。はい、そしてですね、何をやるかというと、オンラインで、私あるものを購入しておりましたので、その商品が届きましたので、そちらのレビューさせていただければなと思います。まあ前の動画ではね、オンラインでモーションロゴの、タンを、ダークタンですかね、ダークタンを狙いに行って、まあ買えなかったんですけれども、まあ私もともと今回はですね、フーディーよりもビーニーを狙いに行ってまして、店舗入った時に残ってたのはブラックとホワイトしかなかったんですね。で、私どうしてもオレンジが欲しかったので、オンラインの方結構余裕があったので、そちらの方を狙いました。はい、オンラインで購入した商品が届いてますので、そちらを開封していきたいなと思います。まあ開封といってももうすでに1回開けてるんですけれども、はい、まず気になるステッカーですね。はい、ステッカーの方は、はい、3枚入っておりました。はい、うち1枚がですね、今回のあのこの切れてるボックスロゴステッカーですね、これが入っておりました。で、残り2つはいつもの、はい、スタンダードなボックスロゴのステッカーでした。はい、そして私がオンラインで購入いたしましたのがこちら、はい、モーションロゴのオレンジのビーニーですね。まあ店舗の方ではね、ブラック、はい、の方を変えてたんですけれども、やっぱりね、オレンジのビーニーがどうしても欲しくて、オンラインの方結構まだ余裕があったので、まあ購入しました。まあ仕様についてはですね、前回説明してるので特にないんですけれども、まあオレンジ結構発色のいいオレンジですね。はい、ちょっとかぶってみたいなと思います。はい、こんな感じですね。結構、結構明るめのオレンジですね。はい、ね、土曜日と同じ服着てますけれども、まあオレンジにオレンジはね、ちょっとしつこい感じがしますんで、後ろの方にねかけてあるような、まあカモとかと合わせて、まあ、かぶれたらなと思いますけども、まあなかなかいい感じですね。まあ、いつも黒のビーニーがね、本当に多いんで、まあ、こういう違う色のビーニーも、はい、春らしくていいかなというふうに思います。購入したものはね、ビーニーだけなので、すぐちょっと動画終わってしまいそうなんですけれども、ちょっと前回ですね、ちょっとお伝えできなかったところ、フーディーの件ですね、お伝えできなかったところ、ここでちょっと追加で、ご紹介させていただければなというふうに思います。はい。前回ね、あの、モーションロゴのレビューさせていただきましたけれども、説明が、ちょっと雑なところがありましたので、そちらの方を説明させていただければなと思います。はい。で、説明するところっていうのがですね、この横の部分の話ですね。はい。今回ちょっと特徴的な縫い方をしてるっていうような話をさせていただいたんですけれども、まあ、わかりやすく言いますと、サイドリブの話ですね。まあ、今回のモーションロゴのフーディはサイドリブの仕様になってますよっていうお話をすれば、まあ分かりやすかったのかなと思います。まあサイドリブと言ってもですね、そんなに伸縮性のあるものでもなく、周りの素材と違ったりとかですね、そういうようなことではないんですね。で、今日気づいたことなんですけれども、これちょっと後ろをひっくり返してみますと、はい、これが裏向けた状態なんですけれども、まあこれまあもちろん裏肝になってるんですが、先ほどのリブの部分ですね、サイドリブの部分については、ここは裏肝になっておりませんでした。まあ着た時にですね、なんとなくいつもと違うなという雰囲気はあったんですけれども、まあこのリブがついて、さらにここ裏肝になってないことによってですね、まあゆったりとしてですね、立体感があるので、まあ非常に動きやすい仕様になっているのかなというふうに思いました。まあこれ 21SS の時に買ったブリンブリンのロゴフーディーなんですけれども、同じようにカナダボディーではあるんですけれども、生地の厚みもまあ今回のとほぼ一緒なんですけれども、まあこれはサイドリブにはなってないんですね。はい。で、裏肝もまあ全部についてるっていうような状態ですんで、まあこちらに比べるとですね、今回のモーションロゴかなりまあ身幅結構大きいなというイメージはありますけれども、まあ、このサイドリブがあることによってですね、やっぱりかなり着やすくて動きやすい仕様になっているので、
まあ結構今回のモーションロゴは当たりなんじゃないかなというふうに思いました。今回ですね、ちょっと着丈がいつもよりも短いっていう話を聞いてたので、L サイズを買ったんですけれども、まあ、やっぱり着てみたらですね、まあ M もしくは S でも私の場合は良かったのかなと正直思います。まあ大きめでも全然おかしくはないとは思うんですけどもね。まあ身幅が広いので、まあ、やっぱり綺麗にラインを見せようと思いましたら、まあ S か M ぐらいがちょうど良かったのかなと、まあ皆さんのね、着画とか、SNS とかで見させていただきましたら、まあやっぱり私もちょっと大きめよりは、まあジャストサイズぐらいで着た方が良かったのかなとか思いながら、まあ大きめは大きめで、まあ、いいかなというふうには思っております。という感じでね、モーションロゴ、フーディーの、まあ追加説明もさせていただきました。あとついでにですね、まあちょっとライブでやろうと思ってたんですけれども、こちらですね。前回のスペシャルライブでご出演いただきました、メメモリのかなさんの、サイン入りステッカーですね。3枚。で、このうち2枚はですね、ライブ中に決まってたんですけども、この最後の1枚、これをですね、今から決めていきたいなと思います。今回11人の方、ご応募いただきました。ありがとうございました。で、この11人の方ですね、事前に、1から11の、整理番号を DM させていただいておりますので、その順番にですね、当たり外れやっていければなと思います。はい、そしたら、1番、整理番号1番から順番にやっていきたいなと思います。はい、まず整理番号1番の方、外れです。はい、2番の方、外れです。3番の方、あ、当たりです。3番の方、おめでとうございます。はい、あとの方皆さん、すいません、外れですね。見事、3番の方が、ゲットということで、おめでとうございます。明日の方は準備させていただければなと思います。はい、あとですね、なんかちょっと久々にこの、マスクつけてるんですけれども、実はね、このマスクね、私ね、どっかで落としちゃいまして、で、今ね、ちょうど楽天スーパーセールで、なんとね、これがね、通常2000円ぐらいするんですけど、なんとね、今ね、送料込みで1000円で売ってますんで、やるじゃないか。もし気になる方いらっしゃったら、まあ、時々ね、お問い合わせいただいてたんですけれども、まあ、安く買えるチャンスなので、まあ、合わせてご紹介の方させていただきました。他にもね、まあ、こういうものを買っちゃったりとかですね、なんか、まあ、B2 とか、まあ、小物系といろいろとちょっと買ってしまってですね、ちょっと無駄遣いしすぎかなという感じもあるんですけれども、まあ、今週ノースコラボが、まあ、どうやら来るみたいな話がありますけれども、まあ、日本はなんか一周遅れるやら遅れないやら、なんかね、ツイッターとかでは結構噂になってますけれども、まあ、今週もですね、楽しみにやっていけたらなと思います。それでは、さよなら。